セット。足がちょっと後ろに残ってるんで、この足がついて次の切り返しのタイミングが遅れてるんで、結果的にこうやって足が流れてしまってる、こういう動きになってしまってます。この足からスパイク、この次の足にこのあんまり、蹴る動作をなくして動きをちょっと意識して、ちょっとこれを強制的に足が流れる時間をなくすっていう練習なので。感覚的にはどんな感じ？さっきより流れてないのかなっていう感覚は、どちらかというとピッチが速くなったのかなっていう感じは自分的にはしました。今までやったことのないトレーニングをした結果、12秒の壁を超えたのかなと思ってます。後半疲れてくると流れていったところがあるので、今までの練習マーク走とかも続けて継続していけたらなと思っています。この成果を踏まえて次の自分の目標に向かって、このマーク走を続けながら進めていきたいなと思っています。そうですね、おととい結構走ったんで、走る前から分かってたんですけどね、疲れた状態で何秒になるかという。ただせっかく走るんだったら10秒台とかで走っちゃったらどうしようかなと、自分自身に期待を持ちましたが、陸上というのは甘くありません。本当に打ち砕かれた感じで、1本目11秒2かな、2本目も11秒2で、追い風の割には良くなかったんですけど、課題も見つかりましたので、48歳の挑戦、12月にしっかりとピークに持ってくるように頑張っていきます。1本目一緒に走ってたんですけど、意外とっていうか失礼ですけど、隣にいたのでびっくりしました。彼に聞いたところ、結構与那原選手のトレーニングメニューをしっかりとやってきたということですので、それがすぐに効果が出たのは、嬉しく思いますし、やっぱり副チャンネルをやってよかったなと我ながら思ってます。